14年越しのお付き合い。お別れの時が来ました。高島屋と阪急阪神百貨店を持つ H2O リテイリングが資本提携の解消を発表しました。2つの百貨店が3年後の経営統合を掲げて資本業務提携したのは2008年。しかし、運営などの考え方に相違があり、経営統合の話は2年ほどで撤回。その後はつかず離れずで関係を続けてきたようですが、ようやく別れを決心したようです。今やネット通販の時代、百貨店業界はこのまま衰退していくのか、それとも巻き返しはあるのか。高島屋、本日の株価は1709円。H テーリテングの株価,は円株価水準は両社とも1年前より上昇株式売却には良いタイミングだったようでお互い未練はないそうです。